777。正月元旦からいいことがありそうですね。年末年始は寒くなるという話だったんですけど、鈴鹿地方の元旦はあったかいですね。風がない。まあ言いながらね、電熱ベストと電熱インソールをはめて出ているわけですから、あったかくって当然なんですけどね。電熱インソール、これモバイルバッテリー次第では結構あったかいけど、まあ結局温度調整できないからね、暑すぎても変えようがないというのもまあ難点だな、やっぱりな。まあちょっとね、で11月の初めから、まあ12月末までにかけてね、ちょっと自分ごとでもイベントを盛りだくさん入れすぎたのと、まあちょっと購入したものもいろいろ余計ありすぎて、まあ全部ね、まだ紹介しきれていないっていう話でもなってるんですけど、まあ終盤にはね、もう日がねえやってことで、もう年末年始バタバタと連発で動画上げたりとかしてね妙に疲れちゃいましたまあ趣味でやってるからね、楽しいからいいんですけどね。はい、で、今日はね、まあ1月の予定をちょこっと話しておこうかなと思います。1月はね、今のところまあいつになるのかまだ日程が何も決めてないんですけど、マス2メンバーの方と、よいしょ、鳥羽の方へね、なんか牡蠣の食べ放題ツーリングに行くぞっていう話があるので、まあ、そちらの方に行ってこようかなっていうのと、まあ例年ね、1月でいうと私ここのとこね、もう毎回和歌山県の方に、まあ、ソロ通に行ってるんですけど、まあ、そちらの方もね行きたいなと思っております。那智勝浦かね、串本かその辺りぐらいに行きたいかなと思いますね。楽しみですよ。あそこの温泉結構好きなんですよね。どこでもね、なかなかいい。那智勝浦だったらやっぱりまた前の渚屋さんかな。露天風呂が良かったよね。まあそれとあとはまあ正月なのでね、明日ぐらいには、まあ、椿山の方に初詣に行こうかなと思ってます。まあ初詣行くとね、おみくじを買ってくるので、まあこの辺にね明日行ったおみくじの結果が貼ってるんじゃないでしょうか。まあ、今年はね、初日の出もね例年になく見応えのある初日の出で、まあ、水平線からバッチリ上がってくるしね、まあ、水平線から上がってくるというのはなかなか見れないんで、それだけでも今年はすごいねって感じなんですけど、またね違うのがね、今年はもうやたら空気が澄んでたんでしょうね。いつもはね初日の出の日が昇りきってから、ああ太陽やっぱり昇りきってくると眩しいねみたいな感じで言ってたと思うんですけど、今年はねもう日の出がね
半分ぐらい上がった時点でもう眩しいわみたいな今年はなんか輝かしい未来が待ってるのかも分かりませんが楽しみだ楽しみだ。はい、で今日はね何をしに来てるのかと言いますと、ここですよ、ここ、郵便局。はい、おごめんなさいね、よいしょ。はい、郵便局です。郵便局にね、年賀状を出しに来たんです元旦に出すやつですよ。さて、出してきましたよ参った参った。毎年ね、年賀状、もうここんとこ大晦日に年賀状を書いてるんですよね。間に合わねえだらやしね今年とか去年もね、動画いっぱい上げさせてもらいました。まあ、私のね動画の作り方からしてね、まあ、適当にペラペラ喋ってる話をね、あとで編集でくっつけ合わせて一個の話に仕上げている時っていうのが多いのでね、切った貼ったに足りない部分は文字で書いてね説明入れてっていうような感じになってるので、まあ、急いでね上げててもね、2日に1遍ぐらいっていうのがね、まあ、動画のアップ頻度としてはいっぱいいっぱいなんですけど、まあ無理やりね毎日上げてた時もありますけど基本的にね動画ってね、まあ私がね後で見て、おう楽しかったねみたいな感じのやつを選んであげてるだけなので、まあ、楽しくなかったなとかね、まあ、ちょっと興味に合わなかったなっていうのはあげてないんですけど、それでもね、まあ、最近もう動画撮りっぱなしになってるのでね、溜まっていく方のが多いんですよね。夏の時期にもね一回ちょっとこんな状態に陥って、まあもうボツになっちゃった動画がいっぱいあるんですけど、ストック残してねやってみる方、尊敬しますよ。私が興味がなくなってくるともう編集する気がなくなるのでね、まだ感動が残ってる熱いうちだとおっしゃーと編集する気になるんですけどね終わっちゃうともうなんかヒューッと編集する気がなくなっちゃうのでね、それでバタバタしちゃうんですけど、今年もね、まあ、同じような感じでの動画のアップが続くんじゃないかなと思います。だからまあ良き上げるときはね2日に1遍で、まあ何にもネタがないときとかね、ちょっとバタバタしてるときとかだと週1遍とか、下手したら月1遍とかっていうときもあるかも分かりませんけど、まあこれから先もね末永く谷川玲治よろしくお願いいたしますしかしまあ今日は綺麗だわ。鈴鹿山脈ももうこんな離れてるのにね、こんなに綺麗に映ってるよ。まあ初日の出もあんなに綺麗に見えるわけだわ